アメリカ軍艦鳥は、カツオドリ目軍艦鳥か軍艦鳥族に分類される、鳥類の一種。軽快に飛行し、素早く空中で他の鳥から略奪することが知られている。広く熱帯の大西洋に分布し、フロリダ州、西インド諸島及びカーボベルデにおいて、木に群れで繁殖する。また、メキシコから、 ガラパゴス諸島を含むエクアドルにかけてのアメリカ大陸の太平洋沿岸にかけても繁殖する。通常の分布域から遠い、マンシマ、デンマーク、スペイン、イングランド及びブリティッシュコロンビア州にも名庁として飛来している。オスメスメス幼鳥全長 101cm、翼海長 238cm、平均としてメスの方がオスより大きい。 体重1.1から1 6ラム。オスは全身黒色で繁殖期に風船のように膨らむ赤色の喉袋を持つ。羽毛は黒いが太陽光を反射すると片羽根が紫虹色に見える。メスは黒いが胸及び下部首側が白く翼に褐色の帯があり青いアイリングを持つ。若リは頭部や仮面が白い。本種は 他の軍艦鳥とよく似ており、古軍艦鳥を除いて、すべて同様の大きさである。しかし、アメリカ軍艦鳥は白い脇輪の突出がなく、幼鳥は腹に、特徴的なひし形の大きなブチが現れる。飛翔時は静かであるが、巣においては、様々なガラガラという音を立てる。繁殖期にオスは赤い喉袋を大きく膨らませて、小児し、メスの気を引く。 主にトビウオなどの魚を採食し、水面のイカなども採持するが、他の海鳥の餌を吐き出すよう強いるために襲う、習性でも知られる。軍艦鳥類は、高度な飛翔能力を持つ一方で羽の発水性が悪いため、水面に降りず、常に飛翔しながら、餌となるものを取る。他の海鳥の卵もよく食べる。平均体値時速 10km で、昼夜飛行して過ごし、 上陸まで223プラスマイナス208キロメートルに及ぶ。交互に上昇気流の中上昇して、時に2500メートルぐらいの高さになり、また海面近くに下降する。アメリカ軍艦取りにおける遺伝子及び形態的な変化を検討した科学的研究では、ヨガはされた結果と、さらに全くヨガはしない両方の結果を示した。まず第一に、 種の飛行能力より予測されたように研究者らはほとんどの分布域にわたって高い遺伝子的特徴を認めた。これにはパナマ地境を超えるとされる太平洋と大西洋の地域に共通する最近の遺伝子的証拠が含まれていた。この地質学的構成はほとんどの熱帯の海鳥において流動の強固な境界となる。しかし同研究ではまた ガラパゴス諸島のアメリカ軍艦鳥は遺伝学的かつ形態学的にはっきりと区別できることが分かった。この研究によると、ガラパゴスの個体群は数十万年もの間、大陸本土の同等個体と遺伝子を交換していない。上述の知見により、ガラパゴスの生息群は別個の遺伝子学的に異なる、種となり、新しい保全状況の根拠になるとも考えられる。 この遺伝学的に特有なアメリカ軍艦鳥の将軍は脆弱な個体群となる。人間においてのある三次内視脅威がガラパゴス諸島に影走するおよそ2000個体のアメリカ軍艦鳥を絶滅させることもあり得る。アメリカ軍艦鳥は現在国際自然保護連合によって軽度懸念に分類されるが英国王立協会企業の論文では ガラパゴスにおける遺伝的特異性により、この保全状況が見直されるよう推奨している。ありがとうございます。